森保ノートの中身を撮影せよ。サッカー日本代表監督森保はじめさんのノートを撮ってくれと、ノートを撮る姿が話題になってて、はい、僕も中身っていうの気になったんですよ。メッシに書いてるけど一体何書いてるのかな。試合中暇だから絵しりとりしてるかもしれないもんね。ひょっとしたら、はい、チャンスがあれば撮ってみたいなとは思ってたんですよ、はい、そのチャンスが訪れたのがカタールのワールドカップのクロアチア戦、はい、大一番です、はい、ベスト16ですね。試合前に森保さんの近くで撮影してたら、ノートを閉じる瞬間ちらっと見えたのが、日本に不可能はない、ジャパンインポッシブルイズナッシング、日本人であることを喜び誇り幸せ。すっげーメンタルなこと書いてるんですね。すごい精神論だったんですよ。試合前ですよ。戦術のことを熱心に書いてんだろうなと勝手に予想してたら、超メンタルの。しかもフリクションじゃないですか。これケゼルとかついてるのか。これフリクションですね。カタールだからね、暑いから一本じゃ可能性あるんでね。日本に局者、あれ消えちゃったんだ。翌日の記事にもなりましたし、はい、写真をテレビ局の方々にお貸ししてるんですけど、はい、いろんな情報番組でこの写真を取り上げていただいて話題になってたと。監督も大変ですよね。撮られちゃうからダリーとか書けないですもんね。僕らの前で書いてたんで、もしかしたら撮られてもいいように書いてたかもしれませんね。ああ、決めに行ってる。